ランク C。 はい、なんとかしてねランク B までは行きたい。うん、 B。 はい、お相手はマミーローラ率いる渚のクイーンチーム。渚のクイーンチーム、デスセイです。いや弱いね、雑魚だわ。ちょっとなーこいつなー、体はいいんだけどなー、顔がなー顔がなー、なんかなんだよなー、なんかなんだよな。ゼシカだったらね、ゼシカパフパフ覚えんかな。ゼシカまだ投げキッスとかだもんね、覚えて。じゃあやばい、真ん中殺せ、真ん中。やばい、テンション50はまずい。死者が出る。あーやばいぞこれ。うわースーパーハイテンションになっちゃった。ちょっと殺せ早く。開始。死ねー。あやばい死んだ。あーよかった。スーパーハイテンションパフパフ。それは受けてみたい。よし。バカでよかったね、バカで助かりました。あんな普通に攻撃してたら 100% 落ちてて、あれいたね、メタルハンターいたね、メタルハンター。デロトオーナー率いる悪の科学者、メケメケメカメカ族。あ、そうだ、キラーマシンだよ、キラーマシン。うん。A ランクとかは、キラーマシンだな。キラーマシンが鍵になってくるな。メタッピー。あ、やばい、痛いな。これ2戦目だよね。あー、これ、無理だな。これ無理ポだな、俺。これ、厳しい。いや、ワンチャンあるか。ないな。うん。死なないもんね。無理だな。落ちるな。多分もう一発メタルハンターからもらっちゃうよね。80ぐらいもらっちゃうよね。死んじゃうよね。ああ、これ次行っても、勝てんな、これは。はい。マロンオーナー率いる、高貴な香り、ロイヤルバトラー。死神貴族、亡霊剣士、サービルキツネ。やっぱ亡霊剣士捕まえに行ったな。亡霊剣士はね、覚えてるからね、出現する場所。こいつ火力がすごいんだよ、ほんと火力が、一匹も倒せない。いけ
カウンター。何それ何それ、何それ、何何それ、かっこいいんだけど、何それ、そんな技あんの。C だね、うん、はい、ありがとう氷ちゃん、ありがとう。はい、ってことなんでね、まあ、とりあえず D ランクまでクリアしました。うん、まあ C はね、また新たなモンスターが仲間になったら挑戦しに来ようか。うん、そうしよう。はい、ではちょっと撮影時間1時間超えちゃったんで、一旦区切ってね、また再開します。次はま、サザンピークにまた戻りますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。サザンピークに戻ってまいりました。ドラゴンクエスト8縛り実況。実況者のテポンゲーです。本編進めていきましょう。戻ってきた途端に夜になるやつ。これ夜でも大丈夫なのかな？夜じゃなんかまずい気がするから、一回宿取ろう。とりあえず、城まだ入ってないから、宿して城入ろう。うん。でね、とりあえず1時間撮影やって、そろそろ眠くなってきましたね。早くね？早くね？もう眠くなってきました。一応帰ってきたらもうすぐ寝るべきだったな。これどっから入んの？ここ、通過。これ？これか？ん？ここでいいのかな？ぽいね。なんか兵士用の、兵士たちが使う用の道みたいだけど。メインの入り口あったな。あるじゃん。ん？ああ、こっち側か。あ、なるほどね。教会のところか。こっちから入りの上行って、とりあえず王様のとこ行こう。あ、これ、これがね、何？これが、ここのチャコスくんだね、うん。で、これが、チャコパパだね。チャコパパ。うん。よく覚えといてね。ここかな。この奥はクラビウス王のおわす王座の間です。くれぐれも王のお膳で、粗相のないようにね。はい。えい、バカ王子来たぞー。おい、バカ王子。ケツアゴバカウジ、クラビウスをお加減でもよろしくないのですか。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。いや、なんでもない。他人の揃いだ。よく見れば全然似てないではないか。誰に？何？魔法の鏡だと。なぜそなたが我が王家に伝わる家宝を必要としているのか申してみろ。ほう、事情は分かっただが、魔法の鏡は王家の宝である。持ち出すことはならん。やっぱり食べていますか。
まあそんなことだろうと思ったよ。花子から借りれるとは期待しなかったけどな。どうすればいいのよ。サビルト兄さんの仇を討つには魔法の鏡が必要だってのに。ところで、そのたる話では、旅の間は、幾度となく危機をくぐり抜けてきた、ということだったな。ならば、やはり腕っぷしの方も我が国の兵士に劣らぬほど強いか。王様はまさかこの者たちを城の兵士の代わりに、察しがいな、大臣。よく聞けてよ。我が国は広く民衆に開かれてはいるが、何でも聞いてやるほど親切ではない。だが何事にも例外はある。王家にとって恩義のある人間の頼みなら、良きには叶うよよ。は？何良きには叶うよよ。頼みなら、良きに計らうよか。良きに計らうよよ。なん、勤めるだろう。魔法の鏡を欲しいのならば、わしの依頼を引き受けてくれ。で、さすれば魔法の鏡はくれてやろう。じゃあ、そう呼んでまいる。さっきのね、肖像画の、少年がね。頼みというのは我が息子、チャゴ掃除のことなんだ。我が国には、王者の儀式という命を落としかねないしきたりがあるのだ。チャゴスはその儀式を嫌がってな。できることなら、息子を危険な目に遭わせたくないのだが、時代の王となる者は必ず通過しなければならない儀式なのだ。わしは迷い、城の兵士を護衛につけることも考えたが、やはりそれでは王族としてのメンツが立たん。はあ、過保護だね。そこで、この国のものではない、そのあたり、秘密裏に、護衛を頼みたいのだ。護衛のことは決して口外してはならん。表向きにはチャゴス一人で、儀式に出発したことにしたいのでな。せめて、ヘッズ、ウンチゲン、チェグスウンチゲン。王子がどうかしたのか。申し訳ございません。ここへお連れする途中、王子に逃げられてしまい、見失いました。見つけ次第、大至急お連れしますので、もう少々お時間を頂戴したく。えい、バカ者。え、で、すまぬが続きは後にしてくれ。王子がいないことには話にならんのでな。ってことで、王子探しだね。探しに行っていいか探しに行っていいか。じゃあ行こうか。王子どこ行ったんだったっけな。上覗きに行ってみようか。上行ってないし。こんにちは。立てこもっているのは使用人の部屋なんじゃが、今回ばかりは王子もかなり必死のご様子で、ここまでして王子が王者の儀式を拒もうとしているとは、これはもう諦めるしかなさそうですもん。ちょっとやそうじゃん。トカゲでも出てくればトカゲ嫌いの王者はびっくりして飛び出してくるかもしれませんがね。はあ、これだからね、これボンボンはね、ボンボンは困ったもんだよ。ここか。はい。誰が来たのか。よく聞け。誰が来ようが、絶対に壊れてっつうのに、かといって、無理やり扉開けようなんて思うな。もしそんなことをすれば、舌を噛み切るからだ。だそうです。もう噛み切って死んでもらいましょうよ、もうこの際。この際もう死んでもらった方がいいと思うわ。チャガス大事かちゃん。これは初めてや。時代は天井が溶けようだよ。ってことは、ここの上の階に行って、なんか、どんどんすればいいのかな？さらに上に。ここだね。ちょっと待って。かわいい子がいる。この下の部屋の天井裏にはトカゲが住み着いていて、時々トカゲがポトッと床に落ちて落っこちてくるそうよ。何も知らずに逃げ込んだんでしょうけど、トカゲ嫌いの王子にとっては最悪の場所に違いないわね。
うん、ここだね。ここ。ん？ん？トカゲと戦えなんていくら儀式とはできた。何でも空いてるのかな？研究室の物置。研究室の物置。これか？だから。で、ここ、これはちょっと、あれだな。これはちょっとツボ割らなきゃまずいな。ちょっと出てきた、なんか出てきたら捨てる方向で。出てこない。オッケー。よし。壁に小さな穴が開いて、お、行ってこい、トーパー。その、親の七光王子をぶち殺してこい。うん。久しぶりだね、このトーポー。トーポーして。よいしょ。お。トカゲ？あ、いた。じゃあ。アタック！アタック！あ。ああ、なるほどね。誘導しろってことか。はいはーい。アタック！トップ落ちたらどうなんだろう。いや下の部屋がある。はい、覗いてみましょう。デブやないかーい。ここまでして、王者の儀式を拒み続けているのは、なぜ父はゲーム的に言うんだろう。一人大きな山行きとかが、どこかにあんな僕なんて叩くから、とかが、口に出たが、お父さんあんな顔にならないのに。お前がいなくなればいいのに。よし。よし。トカゲ、行ってこい。ちょっとずれた。行け！俺や！ああ。ちょっと、ここが。ああ、ちょっと、難しくない？これ。意外と右側に行くってことは、意外と右側に行くって、こんぐらいの角度。こんぐらいの角度でアタック。すると、右側に行くから、左側の、これぐらい。いや、違うな。これぐらいだな。これぐらいでアタック。あ、びっくりした、今。積んだかと思った、今。無限ループ入ったかと思った。いけ！え、ちょ、なんでそれ。よし。デブやないかーい。なんで、なんで気持ちが来たのか。おじめに、なんでとかやんにくさー。これ降りれんのか。覗いてみよう。誰もいなくなった。じゃあ帰ろう。帰ろう。ちょっと視点が悪い。おー、よし。これでとりあえず、親の七光、クソデブニート息子を、部屋から引きずり出しますよ、ね。よし。